やっぱりうちはね、常用鶏が甘いわけ。お前らだったら、いやこれ別だよとか言えるけど、他のやつが多いじゃん。若いやつらとか。何でもはいはいって言ってやるやん。そういうやつでも多いっすよ、今も。言うんすけど、来てこないっすよ。視聴者の人が常用ってちょっと説明しちゃって。何平米足元見たりとか、細かい総称が書いてあるんですよ。追加工事でなんかちょこっとしたとこ組んでほしい。じゃあ常用人区って4人区くれ。いや、じゃあそれ2人区でやってくれませんか。じゃあいいよ、俺やらんじゃ他の足場の人にやらせて、つって。金もらうことが、なんか別に関係壊すみたいな。あれがもうじゃって思うかもしれんけど、俺は別に自分で会社やってるから、やっぱそう、需要ってすごい厳しかったから。えい、ゆつり。あ、ポカリ出しちゃった？はい。あ、まだ。なんかある？かなと思って買ってきたの。リュウジ、なんかある？はい。なんかある？はい。なんかすか？最近の。ないよ、みんなで疲れ果てて帰ってきてすぐ帰るでしょ。みんな疲れ果てて帰ってきてすぐ帰っちゃう。ちょっともう夏も終わったらちょっといいだろ。まだ終わってないですね。今週また35度ぐらいですね。だけど、まあ、あの時に比べたらいいだろ。地獄じゃないだろ。いや、変わらんすまだ。これはこれで地獄。僕やったら全然余裕だけど。俺は職人やってるよ。あの、やってる？いつの時ですか？何年前ですか？何年前っても最近の。10年ぐらい前だろ。10年前の夏と今の夏全然多分違う、まあ、15年ぐらい前かちょっと10年思い出してみる。まあまあそうだ、そうだな。あ、そうそう、なんか管理でなんか日報かなんかやったの。何やっとんの？日報やってます。作業報告書。あれどうなったの日報って。なんか途中で止まったな。そう、止まったの。結局ゆくゆくはどうするのかがよくなんか分かってないですよね。分かってねえじゃんと。お前ら行ってこいや、これ。行ってこいや、これ。それでな、ちゃんとやっぱ常用とかきちっと取れとんの、お前。一応常用はもう常用って書いてあるんで取れてるはずです。でそれはそのみんないけとんのか。そのお前らだったら、いやこれ別だよとか言えるけど、他のやつが多いじゃん、若いやつらとか。ああ、そういうのは全部あの作業報告書に書いてます。もう常用何人いくらいか請求みたいな。それお客さんちゃんと話できとんの。そう、現場にいた人間が常用もらうなら常用もらうってことにして、それで作業報告書に常用って書いて、ちゃんとそれできとる。トシ君みたいなやつ何でもかんでも何でもはいはいって言ってやるやん。あ、そういうやつでも多いっすよ、今も。多分コウタもカンタもまあみんなそうっすけど。なるほど。そういうののための日報だろ。できちっと細かく書いて、でそれはお前らがちゃんと言ってない。だから僕が最後見るんですけど、その見るとか、まあ普段から電話してこいよとかさ言うんすけど、来てこないっすよ、あいつらも。いや、お前が電話してるじゃん。なんで普通じゃないの。別に電話してこなかったら自分で電話したいじゃん。いや、何やっとるか俺は別に電話するだろ、お前。何やお前ら電話してこいって電話してこんで俺電話するだろ。何やっとるか分からんのっすよ、作業報告自体。だったら電話すればって。作業報告書にやった内容書いてくれるもんね。僕がそれ見て、これ常用じゃないのかとか言って聞くんですよ、全部。うん、でそれで、まあ、これ視聴者の人が常用ってちょっと説明しちゃって、ちょっと分からんかもしれんな。常用だったり追加工事ってあるんですよ、やっぱり。まあ、その新しい現場ちょっと説明しちゃって。常用と追加工事と本工事の差を違う、まあ、まず初めに入るときに、まあ 本工事ってやっぱいろいろ足場組み立てとかシート、何平米足場組み立てとか、細かい総称が書いてあるんですよ、いろいろ。ここ組んでほしい、ここ組まないとか、まあ、それで行ったときに本当は組まないけどここ組んでほしいって言われるんですよ、監督さんから。そういうのが受け負い工事外。そう、外で、その時にそれを追加工事でもらうのか、その新しく工事内容で新しい金額をもらうのか、あ、要は追加で受けて、それか、あ、じゃあこの100平米、まあ、例えば1000円だったら10万だな。そうあ、じゃあ追加10万ねとかでもらうんか。それもらうか、まあ、常用って、まあ、他の現場行ったら常用ってあるんですか、常用、1人区いくらみたいな、まあ、それでもらうのかって分かれるんだよね、でも基本は追加工事だと追加のお金の方が高いから、基本常用にしてほしいんだよね。ああ、現場がね。そう。まあまあ、じゃあもう一日一人呼ぶにかかったで、そう。まあ、頼まれてないことで、現場でちょっと頼まれて、作業すると。作業するから、3人で、まあちょこっと半日ぐらいやったから、まあ一人区だけちょうだいとか、そう。人数で数えるのか、工事で数えるのかってことで。そう。で、それが結構やっぱ現場なんてあるわけよ。まあ、行きゃさ、究極はあれだよ、朝から行って重機使える予定だったのに使えない、手で挙げてくださいと。じゃあ、お前それはおかしいやろって。その受け売り入ってないんで。で、材料上げはちょうだいねとか。それで、それは常用みたいな。そうしんと合わんわけよ。もうギリギリの単価でやるんだから、仕事とか。受け売りで。だけど、
やっぱりうちはね、常用鶏が甘いわけで、まあ、あるよく飲みに行く人おるじゃん、有名な人ね、はい、あの人はあの人がやってくれてるわけ、ここ常用でいいよ、ここ常用でいいよ、全部書き出してこれで請求しなさいよって上が言ってくれてるわけ。でそういうところでやっぱ常用ちゃんと出とるわ、バーって。だけど同じような工事、 あっちもこっちも違う会社でやっとるのに予想は全くねえわけよ。俺からしたらお前ら絶対このことないだろってあるだろって言うと、こうやってあります、じゃあなんで取らないの、いや僕じゃないんでって。で僕は取ってますと、ね、こいつのスタイルね。俺が日本語したら僕は言われたことやってます、違いますよ、他はやってませんで、何ですか、僕リュウジなんですけど僕責任者やりたいんですけど誰が責任者やるんだよこんなバンデクソガキ全然違いますあ、そうですかちょっとたまには仲良くどうするんですか、仲良くするわ、じゃあで、じゃあ何、お前の言い分は、まあ、それで、まあ、他の現場入ってもらった時にやった内容を示してくれるんで、作業報告書で何々ね、足場組みましたとか、まあ、大体分かるんですよ、見てその追加工事か追加工事じゃないっていうのは、うん、なった内容見れば、うん、だからその時に僕が指摘してこれ追加工事じゃないのって、追加工事だったらお前もらってこいよ、明日監督さんに話してこいよっつってもらいに行くみたいな、うん、だけど本当はその日じゃん、そう次の日じゃいかんや言われた時に、そうそう、本当は そのために日報って今度やろうぜって言って、ね、その代わりまあ日報、まあ、あんま書類が増えるとかあんで毎日日報書いて、その代わりまあ LINE はいいやとかこういう風になってくから、まあ、まずはじゃあやれてないんだから一回きちっとやって、で書類も改善して、書類をまた書類以外なんかまた作らなきゃ、わかる、元請けとか俺さこの書類で書いてって言われたらこの書類書きゃいいんだけど、俺ら自分たちが元請けで自分たちが会社だから自分たちで書類を作るわけよ。で今自分たち流に作った日報があって、それをちょっと改善してミーティングしてこうぜって言ってるわけよ。だからお前来ないよね、連絡来ないよ、仲良く来ないよ、連絡責任者やりたいって言ってたよね、いやいやいや、堀川翔が辞めるかもしれないって言ってたよね、いやいや、ずっと待ってくださいよ、話の内容が、で、まあ、その日報があって会社が出たら一応見るようにしてんだ、そうそう、で、まあ、ちょこちょこミーティング、お前が日報責任者やってんだよな、そうそう、うん、一応ちょこちょこミーティングの時に言うんですよ、本当にもう分からんのだったら電話してこいよとか言ってあるって言って、うん、で、そのいや僕らはちょっと内容が分かんないからそのここまでやっていいのかが分からないっていうもんね、うん、それもそうやって思った時点で電話してきてくれって、うんうん、それ俺からでもうかけれるけど今何しとるかも分からんし今さりげなく言えたら俺からかけれるけど一応かけようと今それ でも架空の言葉だ、それ絶対現場で言ってだけど言葉がなんかちょっとここにあ俺に防衛線引いたなっていう感じで俺からかけれるけど結局だからあっちから指示してくれない分からんから、だから分からんことは聞いてこいって言ってだけど、まあ、大体分かるじゃん、なんかこいつよくやらんな、こいつはちゃんとまあまあ言ったらやるなとか、だからちょこちょこ僕もカンタの現場行ったり、まあ、カンタは取れてないの気になるところもあるんですよ、やっぱりなんかなんでこいつレッカー使わんのかなとか、あ現場でそう現場にレッカーおんのに、うん、なんでこれレッカー使わんのかなとか、なんか一回バラしたのにまた監督さんにここ組んでほしいとか言って言われてるのになんでこいつ何も言わんのかなとかちょこちょこある。でそれ聞いた時にまあほんとちょこっとだったんで、まあうん、まあそれはまあいいんじゃないって、もしそれがよくねえだろてめえ、じゃあそれが何個も聞いてくださいよ、ああ聞けねえよそれがじゃあほんとに多分30分とかぐらいな、だからそれがちょこちょこ増えていくんだったら、まあ、それも全部一気に請求した方がいいんじゃないかなと僕は思って、その30分でも増えていくなら、うん、そう 0.5 でもないわけじゃん、 0.5 でもでかいよ、だその監督とのやり取りもあるじゃないですか、うまい感じの関係作ってなんか今金ちゃんと払えよちょ金もらうことがなんか別に関係壊すみたいな、えそういう意味で言ってんじゃん、俺いや言ってるよそういう意味で、いやいや違う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 自分で会社やった時からやっぱそう需要ってすごい厳しかったから、チャリもいやもうくださいだからって関係作れることじゃないし、まあその俺はこんだけ言うからピシッとやるしね、現場にも絶対6時に行くとかやっとったし、そういうことやっとりゃもうある程度言えるやん、こいつらピシッとしてんよ金のことだけ言ってくるからってなるあお前常用そうだな、日報責任者っていうより常用責任者だな、常用がやっぱまだ上がるだろうじゃん、1ヶ月売上高に対して例えばまあ今 5% だとしたらそれが 10% になるとか、それ目標を決めようか、まあでもそれが浮き彫りになっていただきゃいいや、だってお前ら最初日報をやるときに女優とかお前ら全然ねえやんって、うん、でなんであの人の現場だけちゃんと出てくるんだって言った時に、うん、いやこんなもんっすよっていや女優なんかないっすよあんまりとか言って、うん、言っとったからねお前ら、
お前らですか僕は多分違うと思います。僕は違う。お前はもう漏れとると思っとった。はい、まあでもいい、そこが炙り出てきただけでいいんじゃない？本当にな。やっぱ細かい、まあ本当細かいっていうか、まあ、こんなさ、でかいぞ。こんなことやっとんのみたいな感じも結構ある。そうそうそう。ね、もうでかいじゃん。でそれ最近僕あの入ってるじゃないですか。まあ、これちょっとピーなんですけど。うん、でもあったんです。これ追加工事でなんかちょこっとしたとこ組んでほしいとか言って言われて、うん、いや組むのいいよ。だけどあのじゃあ乗用人数じゃあ4人くれっつって。うん、いやじゃあそれ2人区でやってくれませんか、うん、いやなんでっつって、うん、いやそのこれでも時間あんまかからないっすよねとか言って、うん、いやいやいや1人じゃ何もできんじゃんっつって、うん、普通掛け行ったら2人でしょっつって、うん、でバラして行ったらさらに2人区かんだから4人区くれよっつって、うん、って言っとって、うん、お前しっかりしような、まあ、そこは交渉だよな。 それでもなんかいやいやいや仕事でじゃあいいよ俺やらんちゃう他の足場の人にやらさせてっつって言って、いやまあそれはちょっと違うけど、まあ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 最後に聞くわごめん。土方も入ってんですよ普通にその細かい作業する土方、うん、じゃあその人たちにやらせりゃいいじゃん、うん、で俺はやれその今やっとる足場工事もやらなあかんし、でそしたらいきなりあの電話し始めて、うん、いや辻さんがこうやって言ってるんですよとか言って、じゃあいやでもあの人あれですか、いやいいよってその常用でとか言って、かかった時間だけでいいよとか言って言い始めて、うん、いやそれはえぐいなと思って、ああそういうことな、うん、で時間計算されたらそんな割に合わんでしょと思って、うんうん、平子監督に「常用さんそうやって言ってるんですけど」とか、いやそうやって言われても俺は無理だもん無理だもんって、うん、その元請けがお客さんと勝手に話してきたもんで、ね、いや無理だと、そうだうち俺らには話してきてないから、ね、あだってとその人はやっぱ違うわけだ、うん、この人はやっぱ職人雇ったから、はい、っていうのは職人雇ったもん、いやもともとやってたんじゃないですか、食べ方とかそっち系は。ちなみに俺は別にあのお客と揉めることは全然怒らんや、はい、そやってないことやったらあかんけど、はい、別にだから強さじゃんね、二階堂上って、はい、まあ一般のお客さんもおる、変なお客も入ってくるからそういうの断る力もうちは持っとるし、はい、足場もそうじゃん、はい、一社にまあ名義人っていわれる元請けが一個のとことかっていっぱいおるわけじゃん、はい、でうちはそうじゃないわけじゃん、はい、だから別に客も選べるし、はい、うん、お客さんも俺らは選べるし、うん、まあいいことだけどな、そうやって言うのは。まあ、ただまあそのあんまり洋服も書いてもかんし、そうそう、だからそのバランスだけど。だからその時にまあまあ2人でもやるけどいいけど、じゃあ常用人数あげるでねって言って、うん、常用人数あげたんですよ。そう。でそれでちゃんと請求しとんの、昔は。まあだから上手やな、お前もあんま職人しす、それなんか俺は昔のよくおるんだそういう職人。で俺はどっちかというとそういう職人の中で。器用にコミュニケーションしていたから、うん、会社を大きくしたっていうのもあるから、はい、はっきり言うことはいいんだけど、意固地になっとるみたいなのはダメだよね。でそこのバランスだよね。だから結構でも融通聞いとる方なんです、うん、これやってほしい、ああいうやっとくやっとく全然いいよとか、うん、細かいこと結構あるんですけど、なんかパイプで足場組んでほしいとか、本当は入ってないもつもりだけど、うん、まあ俺これ一個やっとけば他のところで乗用もらえるかなっていう、うん、頭があるから結構ちょこちょこその、うん、あれもこれもあるやんみたいな、これやったから結構ゆず聞いとり上げてるよねみたいなこと一回言ったことあるんですよ。ほんとイライラして、なんかちょっと今日成長したね。なんか今日いつもの辻さんじゃないじゃないね、ちょっと最近仕事やり始めたことです。多分熱入ってるからね。辻さんは意外と考えてらっしゃる。何も考えてるのか。何も考えてない。お前の旦那だけだわ、何も考えてねえ。あれは私ちょっと手に負えます。私のね、それもちょっと面白い動画上がるから。そうっすか。まあこの動画撮ってる時にはもう出とる頃だわ。アンサー動画あいつであげてるんで、あいつあの俺がもう現場戻れっつって、うん、顔見たねえわってか一回も電話しようか。あそんなことあったんですよ。現場戻っとるだろ。いや戻っとるけどなんか別に気にもしてなかったっていうか、なんかでもなんか半年じゃあ半年交換だったからね。おかしいよこいつは。でもそういう人ですもん。いやいやでも抜けるんですよ。あれお前半年じゃなかったのって。いや それも知らなかったんですよ僕。そもそも半年交換でカンタと交換するみたいな。でその知らなかったのがおかしいでしょ。いや誰からもコミュニケーション取ってないってことでしょ。いやあいつらからそんな話も一切出てこんのですよ。だって相手が言ってこんかったら何でいいんだこれ。いや僕も自分から聞いてんやよな。俺だって同じだよお前。誰も何もとこやお前。お前毎日そこら中に電話してこれどうなっとんあれどうなっとんは言っとんやお前。ちょっと待ってください。待てんやろお前。同じ話ばっかしながらでもやろう。今なんか忙しいからずっとおんのかな。ずっと戻った。あ人が足りんから。で時々抜けるしなんか見積もりがあるからとか言っていきなり現場から。そう、まあ、そうもうあいつ見積もりさせる。もうダメだあいつ。あいつもう今俺最重要人物だから。別に嫌いとかじゃないよ、はい、まあ、あいつでも足りてないじゃん。そのボケーションじゃん。その、はい、なんかそういうのも何も言わずにあみたいな、はいはい、今日見積もりだみたいな、今日見積もりだとか、あやべ行かなかんとか。そうなんですよ。そんな感じじゃん。
先週の金曜日から撮って4人で、うん、でうわもう人が欲しいから醤油呼んだんですけど、うん、でそしたらなんか昼前ぐらいに「水ごめん」「見つめあるから昼で帰るわ」とか言って「はっ?」と思って「お前見つめから昼帰る?」みたいな、うん「いいっすか?」って言うの「もう仕方ないからいいよ」「朝いいよ」あそれができんと経営者絶対無理だね。初めて自分でやりたいって言うけど、それがないやつがだって人と付き合えんでしょ、足や経営者のね人たちと。まあ、でもなんか似るんすよね、やっぱ憧れる人が似るんすか、そういうことって。なんか似てるってことですか。似るね、性格やわじゃないけど、治ってくよ。寺も治って治ってそうね、やっぱ経営者になって、あいつもやっぱしっかりしてきとるからさ、うん、はい、視聴者皆さん、はい、久々のリュウジ登場。顔見たらまた違う、あ、お前がどういうところにおるのかなって。でも今日会えてよかったよな。あーなんかこいつ自分の中でやっぱ自分のペースでやってんだなーみたいな。会えてよかった恋人かって。そういう意味じゃないけど、じゃあ俺は経営者として人を見ていくしかないから、まあ会わないと分かんない。そう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 、はい、以上になります。はい、視聴者皆さん、辻隆二なんかちょこちょこ辻隆二みたいっていうコメントも来とったしな。そうだ、逆なんじゃないけど、やめとらんかって言ったらあれが確認したみたいな。やめんなよこれさ、やめんていうか、まあ自分のペースでやっとるから。はい、以上になります。はい、せーの、まだ見てない。顔赤いもん、いこうじゃん。